はい、引き続き村上さんに来ていただいております。またよろしくお願いします、はい。いろいろと NHK に入られてからのお話をお伺いしましたけど、まあ、基本的には地方へ何か所か回られて今、15年目からですかね、東京に、いよいよ配属されて、それから、まあ、いろんな番組を担当されたと思うんですけど、まあ、そこでですね、まあ、いろんな形でのまあ、いわゆる著名人の方とかそういうのの接触があったと思うんですけども、その中でいろんな印象に残っている方というのはなんかおられますかね。僕ね、おはよう日本をやってる時に、インタビューのコーナーがあって、そこで随分たくさんの人にお会いして、それからラジオの番組は11年やりましたけど、はい、そこでまた毎日のインタビューコーナーがあって、どうでしょうね、2000人は軽く超えてると思いますね。ああ、そうですか。そういう人たちにお話を聞いてきました。大体の尺というか、何分ぐらい？テレビは短いんですよ、7、8分。ラジオはもう1時間近く、たっぷり時間が聞ける。それ毎日ですか？ラジオはね、ゲスト来られて、だからラジオはね、面白いもんで、同じ人にテレビでもラジオでも聞いたことあるんだけど、面白いんですよ。なんかね、こう顔にお化粧しなくていい分、心にも化粧しなくていいから、ラジオだとみんながね、こう素で話すっていうか、心を割って話すっていうか、そういう感じがありましたよね。はい。それで、まあ、いろいろな人に話を聞いてきました。で、いろんな場所で、村上さん、これまで一番印象に残した人は誰ですかとかって質問されて、一番ってのは一番困るんですけど、でもやっぱりね、翻ってみると、やっぱキムタクなんですよね。木村拓哉さん。お話聞いたのが多分ね、1994年か95年頃で、まあ、彼がまだ20代前半かな。で、僕 SMAP なんて全く興味なくて、でディレクターが SMAP の木村拓哉さんにインタビューできるんですよとかって意気込んできた時も、ああそうみたいな感じだったんですよ。それでなんかどうせまあ一時のね、人気者に過ぎないみたいな、ちょっと高をくくって行ったわけですよ。なるほど。そう、外部で行くそうです。でロケに行って、で彼はなんかホテルに缶詰になって、NHK30分、どこどこ30分みたいな、30分刻みの多忙なスケジュールの中で、なんかのキャンペーンだったと思いますけど、もうインタビューに応じてくれたわけですよ。でいきなり部屋入ってきた時にすごい不機嫌な顔してるわけ、もう疲れ切っててね、なんかあんま感じの良くないやつだなとか。それは部屋ごとに分かれてるんですか？いろんな部屋を多分回っていくんでしょうね。あ、なるほどね。でセッティングして、でインタビュー受けるんだよ。でなんか不機嫌な顔してるから、なんか感じ悪いなとか思って、でまあ一応時間が来たんで、でここに木村拓哉さんがいるとしてください、木村さん毎日忙しくしててね、エネルギー消耗しませんか、って聞いたんですよ、そしたらすごいぶっきらぼうな声でね、そんなことはないっすって言うんですよ、なんかあんまり聞いたらまずいこと聞いたかなとかね前のインタビューは同じこと聞いたのかなとか思ったんだけど、その後にそんなことはないっすよって彼が言った後に言った言葉が、中西亮アナウンサーのように、私の心を捉え、忘れない出会いになるんですよ。不思議でしょ。だからそんなことはないっすよってぶっきらぼうに言った後に、何言うか興味あるでしょ。その言葉は聞きたいですよ。もったいつけちゃった、ちっちゃな感動をエネルギーにしてますから。ほう、それ二十歳そこそこでしょ。そう、小さな感動をエネルギーにしてるって普通は出てこないでしょ、いやもうね、だからこういうお花が咲いてるのとか、雲の動きとか、昨日までなかったものが今日あるとかね、そういう何気ない普通なら見過ごしてしまうようなことに彼は気づく感性を持ってるんですよ。だからでかい感動なんてそう人生の中でないじゃないですか。でなんかこう感動したとかっていうと、どっかの総理大臣が言いましたよね。その言葉はなんか一瞬はなんかいいと思うけど、なんか安売りみたいな思うじゃないですか。小さな感動ですよ、普通なら見逃してしまうみたいなことを僕はエネルギーにしてる、大事にしてるっていうことを言うわけじゃないですか。すごいなと思って、もう鳥肌もんですよね。でその頃僕40過ぎてましたけど、もう感動なんて恥ずかしいじゃないですか。10代20代なら感動感動って言えるけど、感動ってことはすごいことなんだなと
字はほら感じて動く、感じるから動くわけだし、動くから感じるわけでしょ。だから彼は感動っていうものをすごく自分の引き出しに入れて大事にしてる男だなと思ったらね、いっぺんに惹かれちゃったんですよ。だから感じが悪いと思ってたし、なんかそんなに興味もなくて行ったんだけど、彼の言葉のなんか玉手箱に参ったって感じですかね。もう一つこんなこと言ってましたよね。僕は僕の中にいる自分も知らない誰かさんと出会うのが楽しみなんですっていうわけですよ。これも普通言わないでしょ。人間は生まれてから死ぬまでの間にいっぱい自分の中に自分も知らない誰かがいるはずなのに、自分ってこういうもんだと思ってしまっていっぱい自分の魅力と出会わないで終わってしまう人の方が多いわけですよ。で、彼は毎日小出しのように昨日知らなかった自分を引っ張り出して出会ってるわけでしょ。でそれが多分今ボディーガードやってますけど、そういうなんか彼の演技の魅力にもつながってるのかなと思って、うん、いやなかなかの男でしたよね、うん、はい。そういうことっていうのはどこで学んだんですか、ね、多分お母さんでしょ、はあ、僕は木村拓哉さんのお母さんの雅子さんとその後お知り合いになって一緒にあの朗読なんかもやったりしてるんですけども、へ、なんで僕そのお母さんに会ったかっていうと、お母さんが本をお書きになって、はあ、で僕またインタビューしたくなってね、でインタビュー申し入れたんですよ、うん、でやっぱりその木村拓哉を育てたお母さんはどんな人なのかなと思って、うん、それで会いに行ったら、うん、あ、なるほどなと思ったわけです。しかもね、僕ねその時今でも覚えてるけど、うん、木村拓哉のお母さんだっていうことを僕が先入観持ってその人に会いに行ったら断られると思ったんですよ、うん、なんか一線を引いてらっしゃるような気がしたもんですから、で僕一切そういうことを出さずに、当時彼女は薬膳レストランの経営をなさってて、はいはい、それで、まあ、あの彼女のお書きになった本を読んでて、自分の息子をどういうふうに育てたかと、野菜嫌いの息子をね、うん、食べなさいんじゃなくて、うん、ベランダで野菜を一緒に作って自分の作った野菜だったら食べられるでしょって言って食べさせるようにしたりとか、朝ごはんを残したら同じものを昼ごはんに出して食べるまでって子供お母さん動かなかったとか、そういう育て方をした人だから、そういうなんか小さな感動をエネルギーにできる感性が育まれたのかなと思って会いに行った。それで打ち合わせの時に一番最後まで拓哉さんに実は会ったってことを言わずに、帰る間際に実は息子さんにね、うん、昔お会いしたことがあって、彼はこんなこと言ってましたよって言ったら、そうですか、私もそのように生きてまいりましたとかって言われて、おーって思って、素晴らしい。でもお母さんの力だと。なるほどね。だからそういう言葉の発し方というのは一郎と結構似てるんですよね。あのちょっとね、切り口が違うというか、もう同じこと言ってるのかもしれませんけれども、あ、そっから入るかみたいなね。一郎の場合は父郎ですよね。お父さんがちょっと影響を与えたんでしょうね。お父さんの影響があったと、ありましたけども、例えば3000本安打を打った時に、よく打ちましたねと、っていう話で突っ込まれて聞かれたら、いやもう、あの7割は失敗してますと。そうそう、それすごいよね、ええ、3割すごいなと思うけど、ええ、7割の失敗の上に成功があるわけですよね。普通はね、やっぱりその3割打つことはいかに、しかしよく言うと10回のうち3回しかヒット打ってないんだけども、7回失敗してるというところにはなかなかね、浮かれないですよね。発想はいかないですよ。だからそのね、今木村拓哉さんのね、その話を聞いて、でもやっぱりね、村上さんもそうでしょうけど、やっぱり育った家庭環境、うん、これは大事ですよね。大きいでしょうね。だからいろいろな、私なんかもその学生なんかも相手し、あるいは会社に入ってくる、あるいはその野球選手なんかでも見てますけど、どういう環境で育ってるか、どういう人に指導を受けてるかということはものすごい重要ですよね。それ出てきますからね、全部。それをまたどう吸収するかってことはありますけどね。それもありますよね、はい、その本人の能力もありますけども、はい、やっぱりだからその若い時からやっぱ卓越したそういう感受性とか、そういうものは持ってたんでしょうね。そう思いますね、はい。まあ、それから他にはどういう印象に残ってる方というか、もう毎挙にいとまがないんですよね。そりゃそうでしょう、2000人ねおられたらもうあれなんでしょうけど、
まあ、あのシャナナテレビを南波さんと一緒にやらせていただくことになって、うん、エンタビューというね、ご縁3つに絞ってインタビューをする番組、うん、これあのインターネットでいつでもご覧いただけるので、ぜひこの南波さんの番組をご覧の皆さんもシャナナテレビで見ていただきたいと思いますが、その1回目に誰を呼ぼうかと思った時に、はいはい、まあ、南波さんとも相談してちょっとこうキャッチーな人がいいなっていうことで、はいはい、大村昆さんにご登場いただいたんですけども、はいはい、大村さんに僕はそろそろね、大村さんはね、そうそう、初めて会った時に時間を僕が間違えてて、うん、遅れて行ったらめちゃくちゃ怒られたんですよ。俺はどれだけまた人にゃーとかって言われて、もう平身低頭を謝りながら、最初の出会いがそういう感じだったんですけど、うんうんうん、あとすごいなんかフレンドにしていただいて、まあつかず離れずいろんなお付き合いをしてきた中で、うんうん、今度こういう番組始めるので、うん、大村さん番組に出ていただけないでしょうか、うんうん、あ、いいで、構えんで、うん、ちなみにギャラが出ないんですけど、かまへんわ、あんなもんは、うん、ご祝儀は行くわとかって、うん、これは嬉しかったですよね、うん、本当に。だからこう切符がいいというのか、うん、男気あるというのかね、うん、で1回目来ていただいてね、うん、お話聞きましたけど、そうですね、うん、やっぱりね、大村コンさん、あの僕たちはこんなメガネかけた、あの嬉しいとメガネが落ちるんですとかね、コンマツちょっと来いとかね、うん、そういうイメージでいましたけど、なんていうのかな、今89歳であれだけの若さとあれだけの体力と、精神力をお持ちっていうのは、やっぱり自分のメンテナンスを怠ってないっていう人ですよね。だから僕なんかもう67ですけど、なんか怠惰な日々を送ってて、ああそうだよ、スクワットしなきゃいけないなとかね、ダイエットしなきゃいけないなとか、歩かなきゃいけないなとか思うだけ、大森さん全部やってますからね。そうですね、うん、だから自分の、なんだろう、言い方悪いかもしれないけど、自分を一つの商品とした時に、人様に自分の体を晒してお仕事をする、その体をちゃんと鍛えなきゃいけないっていうことで、歯は全部自分の歯でしょ、はい、でここひらめきがあるし、はい、すごいですよね、うん、もうこの生き方にもうただただ恐れいるって感じですよね、うん、やっぱりね、何かこう極めた人というのは、うん、やっぱり何かいろんなもの持ってますよね。持ってます ね、で信念とかそのポリシーとかですね、うん、そういったものがもうしっかり持ちなんで、そう、うん、自分軸がしっかりしてますよね。そうなんですよね、はい、だからなかなかね、じゃあ誰でもできることっていうのは、あの誰もできないから、やっぱり人がこう、そうそうそう、ね、あの世に出ていくわけですけども、うん、あ、僕ね、そうそう、あの小玉清さん、あの、はい、この人とのやっぱり縁っていうか、うん、出会いは忘れられないですね、うん、で小玉さんも、僕は父が亡くなる愛前後してお会いしてるんだけど、父が亡くなった後、僕の父親代わりみたいなもので、お、そうですか。で小玉さんにはラジオの番組でレギュラーで出てもらってて、はい、で打ち合わせで毎回電話するじゃないですか、うん、番組のその打ち合わせよりもなんか普段の話をすることが多くて、うん、児玉さん会社でね、こんな実は人間関係がもつれてね、うんうん、こんなことがあったんですよって言うとね、自分のことのようにね、一緒になって怒ってくれたり嘆いてくれたり、なんかこう喜怒哀楽を共にしてくれる人なんですよ、うん、であの人毎日こう仕事もあるし本も読まなきゃいけないし忙しいでしょ。でもね、人のために時間を費やすことをね、なんかそう、なんかやすやすと時間をこう費やしてくれる、厭わないというか、厭わない、はい、でこれは僕のためだけかなと思ったら、そうじゃなくて、自分の関わるいろんな人たちに、そうやって人のために時間を費やす人だったんですね、うん、だから児玉さんのことを悪く言う人はほとんど僕知らないし、親身になってくれる人だったんですよね、うん、だから僕の親父が死んだ時よりも児玉さんが亡くなった時は、うん、もうね、ある人と話しててもね、電話口で涙が止まらなくなって、うん、なんでこんなに悲しいんだろうなって思いましたよね。でもね、まあ、あの2000人からね、うん、インタビューをされてですよ。で、まあそれはあのその場限りの場合もあると思うんですけども、村上さんを見ててね、やっぱりね、そういったその人間関係 そのまさにご縁をね、つなぎ続けてるということがですよ、びっくりする時が、ね、あるんですよ。そんなことで、ね、よくこう、まあ、きっかけは番組かもしれませんけど、その縁がですね、こうちょっと続いていくというのは、なんかこれは不思議というかですね、例えばあの同じレギュラー番組でずっと何年も一緒にやってたとか、それでまた話は別なんですけど、まあ、ゲストで来た、インタビューしたとか、
ような。でそのさっきのね、あのキムタクの話もどうぞ、そのお母さんまでつながってってですよ、そういったことを言うのはやっぱりそういうことをこう大事にしているというか、それがつながってってるのかなと思うんですよね。なんかね、そんな大げさなもんじゃなくて、僕はただただ人懐っこいだけで、うん、寂しがり屋なんだけど、孤独好きなんだけど寂しがり屋なんで、うん、なんかやっぱりどっかに人懐っこさがあるんだと思うんですよ、うんうん、だからやっぱりそれすり合うどころじゃなくて、やっぱり本当に多少の縁ですから、うん、縁っていうのはやっぱり本当に何かこう会うべくして会ってるわけじゃないですか、うん、そのご縁をすごく大事にしたいなっていうのと、うんうん、自分自身がいろんな言葉のシャワーを浴びながら、うんうん、そのシャワーのおかげでなんか今元気でいられるので、うん、なんかこうそれっきりにしたくない、うんうん、まあやっぱり根本的に好奇心旺盛というかそういうとこあるんじゃないですか。やっぱりいろいろ知りたいとか、この人やっぱり人が好きというか、自分以外の人って面白いじゃないですか、うん、自分の知らない世界がそこにあって、うん、そういう人たちと触れ合う中で自分が磨かれていくわけですから、うん、こんな面白いことないですよね、うんうんうん、まあその毎日ですよ、いろんなゲストを迎えて、まあ、ある程度長い時間をこう話していくという中で、まあ、よく思うのは「笑っていいとも」でね、うんうん、タモリさんがもう何十年もやられて、うんうん、毎日日替わりのゲストが来るわけですよね。でそのそういう時に、まあ、タモリさんなんかこうなどういうかな、自然体というかこうもう力が抜けてて、うんうん、こうもうあんまり毎回毎回ですよ、はいどうぞみたいな、座ってくださいみたいな、そういうところはどうだったんでしょう、その心がけてるっているところっていうのは、まあ、タモリさんなんかは多分そこにいるだけなんですよね、うんうんうん、そのそこにいるだけっていうことがなかなかできないですよね。 あそこにいるだけの安心感っていうか、うんうん、なんだろう、俺が俺が俺がじゃなくて、うんうん、そこに来てくれた人が少しでもいい気持ちでいるために、ただそこにあるっていうか、いるっていうかね、うん、そういう存在だったと思うんですけども、うん、僕もなるべくそうありたいなと思ってて、うん、やっぱりそこに来た人たちがちょっとでもいい気持ちになって帰ってほしいと、うん、僕よくね、スタジオお風呂場に例えてて、うん、一緒に湯船に浸かる気持ちで、うんうん、で僕は温度調節する係ですから、うん、熱いお湯が好きな人にはちょっとこう薪、うん、が古いな、うん、薪をこうくべて、うん、ちょっとでもいい、あったかいのが好きな湯加減にして、ぬるいのが好きな人には薪を抜いて、うん、ぬるい湯加減にする。で同じ人だって気持ちでその日の湯加減が変わるじゃないですか、うん、だからその人の湯加減をこう感じ取りながら、あともう一つはなんかその人の気持ちのいいなんかこう、うん、壺をね探して、うん、まあ、あここ気持ちいいんだなと思って押して、その人の気持ちをそのようにしたら、どうぞたっぷりお話しくださいっていう話の腰を折らない、うん、僕たちアナウンサーの仕事は、まあ、存在感のある黒子とも言うのか、こう目立つ黒子、黒子って目立たないじゃないですか。だけど全く目立たないわけでもダメなんで、うん、それでもダメなんで、やっぱり存在感のある黒子でありたいと。なるほど、うん、いてもいなくても構わないんだけど、でもいないと困るみたいなね、うんうん、その人がいることによってその人がいい気持ちになれるなっていう、うんうん、そんな存在にありたいなと思ってやってきましたけどね、うん、だからこっちは一人じゃないですか、うん、まあ、アシスタントがおられるかどうか分かりませんけど、その中で向こうは日替わりで来るわけですよね。それをね対応していくということはね、いや大変ですよ。僕本当11年間、ね、特にラジオの生放送やった時によくやったんだと思いますよね、うん、本当に反応早いでしょ、やっぱ視聴者の反応というのは、はいはい、うん、あそれもだからモチベーションの一つかもしれませんね、うんうんうん、未だに NHK 辞めて8年になるけど、 NHK 時代の僕のラジオを聞いててくださった方が未だにこう初対面と思えないような出会いが日本中であるわけですから、うんうんうん、なんかラジオのその普段着の素の付き合いっていうのは大きいですよね、うん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 、だからまあもちろんアナウンサーですから、いろんな仕事を、テレビもあればニュースもあれば、うん、いろんな仕事をしないといけないんですけど、まあそれぞれにいい面悪い面というかあると思うんですが、うん、やっぱりラジオというのは一つこう何て言うんですかね、もう視聴者とも近いイメージもありますし、うんうん、まあ、どっちかというとニュースなんか一方的なこのお伝え方ですけど、やっぱりリターンがあったりとか、うん、おはがきがそうとか、そうそう、そういうことあるんで、ずっと前から双方向っていうのがラジオのキャッチフレーズなんですけどね。そうですよね、そうですよね、はい、とやっぱり映像がないだけに、それがまたメリットデメリットがあって、うん、こう想像性を膨らます場合と、そのこれをどうしたら表現、だからラジオなんか僕聞いてたら、現場の取材で一緒になったりしたら、このニュースをラジオの人はどう伝えるのかなという、まあ、インタビューとかコメント、それと
映像でないと難しいよねっていうニュースはやっぱあるんで、お祭りとかですね、それをねラジオの人をうまく伝えるなという、うん、その技術っていうかですね、うん、ラジオ聞いてて思うんですけどね。テレビだとセンターフライ打ち上げたら、ああセンターフライかって終わりですもんね。まあ、あの極端に言うともう喋らなくていいわけですから。ラジオだと、はい、バッター打ちました、大きい大きい大きいフライ、センターが追いかける、ライトも追いかける、レフトも追いかける、センターが取りましたみたいに言うと、こうなんか一緒になって追いかけるみたいなのがありますもんね。ああドキドキしたみたいなね。そんなのがあるけれども、テレビだとねもう黙ってても、はい、もうむしろあの見てる人の方が先分かってるということあるじゃないですか。アナウンサーどこ見てんのみたいなねこともあって、うん、だからまあそのそれぞれのね面白さというのはあったと思うんですけども、まあ今ねいろんなあの印象に残った方のお話聞きましたが、まだまだね話はあのつきませんけどまたもうちょっとあっという間に時間が終わってしまいました。すいません、また次回に持ち込みます。どうもありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ご意見ご感想もお寄せください。